漁獲量が回復し、人気の秋の味覚が値下げです。こちらのお店ではサンマの炭火焼き定食が値下げになります。去年と比べるとサイズは大きく、味もしっかりしているということです。定食チェーンの大戸屋は、北海道の根室沖で取れたサンマ定食を明日から40円安くします。値下げ。油すごい乗ってます。シーズンの時はもう極力サンマを食べるようにしてますね。サンマは先月、北海道地震の前に水揚げ量が激減しました。その後は豊漁に戻って仕入れ値も下がっています。